お疲れ様です。パーソナリティのりこです。さて、今回はだから日本人はすごい、こんな優しさと団結力見たことがない、世界が驚く日本人の力をお送りします。 1. 日本人特有の気質。外国人に日本人の印象を聞くと、よく優しいと返ってきます。特に訪日外国人にはその印象が強いようで、道に迷って行き先を尋ねた時、乗る電車がわからなくて困っている時、両替のやり方がわからない時など、日本人はとても親身になって教えてくれるとのこと。一番驚いたことは、財布を落としても中身を抜かれることなく、きちんと交番に届けられていたことと驚嘆していた外国人旅行者もいました。どうして外国人にとって日本人の行動がこれほど優しく映るのか。それは東京五輪招致の時にも話題になったおもてなしの精神、そして電車の時間や仕事の期日などを遵守するルールを守る精神によるものが大きいと思います。この2つは日本人特有の気質と言っても過言ではないでしょう。ただ日本人のこの優しさが誰に対しても同じように発揮されるかというと、そうではない気がします。語弊があるかもしれませんが、日本人の優しさは非常に偏っています。どういうことかというと、外国人に対してのみそれが発揮され、日本人同士ではそこまでではないということです。道に迷って困っている外国人と日本人がいた場合、外国人に対する接し方と日本人に対するそれでは違いがある人が大半なのではないでしょうか。極端に言えば、日本人に対しては話すことさえはばかられるような態度を取る人が多いと言えます。どうして外国人に対しては優しくフレンドリーな日本人が、同じ日本人同士だと同じような態度を見せようともしないのか。それは周囲の目や他人の目を気にすること、他人に可能な限り迷惑をかけないこと、この2点に起因すると考えられています。例えば何かで困っている日本人男性がいるとします。彼を助ける際、周りにどう見られるだろう、相手にどう思われるだろうという防衛本能が働きます。そして変に声をかけたら結果的に迷惑をかけるのではとか、もし彼が本当は困っていなければ助けようとした行為自体恥ずかしいと、あれこれ考えてしまうわけです。結果、彼をスルーすることが最善の策のように思えてしまうわけですね。これが外国人相手だと、相手にどう思われているかなど気にする必要がありません。なぜなら、文化も言葉も外見も自分たちとは全く違っているからです。もしかしたら外国人に対する畏怖のようなものもあるのかもしれません。同じような容姿、同じ言語、同じ国で暮らしている日本人同士だからこその防衛本能、それが日本人同士だと干渉を避けるという結果につながりがちです。ただそれが悪いことかというと、そういうわけではありません。日本人同士であらぬトラブルを回避したり、余計なことを言い合ったりしないよう、日本人は建前というものを生み出しました。上司からののみの誘いや、友達とは言えない微妙な関係の知り合いからの結婚式の招待をしぶしぶ承諾するときなど、本音は違っていても軋轢を生み出さないために使う建前。日本人
という民族は本音と建前をうまく使い分ける民族と言えるでしょう。そんな日本人が持つ民族性について様々な意見が寄せられています。ご紹介しますね。彼らはシャイだね、シャイ。でもとってもいい人たちだよ。日本人で悪い人に会ったことがない。確かに日本人の友人も同じことを言ってる。日本人同士だと外国人に接するように接することができないって。でもそれはどの国も同じじゃないか。俺だって同じ国の人間と話すときはそうなるさ。日本に一度旅行に行ったんだけど、みんな本当によくしてくれたよ。道を聞いただけなのにわざわざそこまで連れて行ってくれたんだ。英語はほとんど話せなかったみたいだけど、その気持ちが嬉しいのさ。島国はそうなるよ。僕の祖父の国、イギリスだってそんな感じさ。イギリスはもっと閉鎖的だけどね。それにしても言葉が通じないのが一番困る。どうして日本人は英語をもっと勉強しないんだ。まあ旅行者が言うことではないけどね。ますます日本に行きたくなったよ。きっと人生で最高の体験ができるんだろうな。いかがでしょう。外国人に対する態度と同族の日本人に対する態度が違うことは、やはり来日外国人も感じているみたいですね。とはいえそれはどの国にも共通することだとフォローする声もあります。では本当に日本人は同じ日本人に対していつも冷たいのでしょうか。実はそんなことはなく、時と場合によって日本人は同じ日本人に対して誰よりも優しく接することができるのです。2. 世界が称賛する助け合いの精神。果たして日本人は日本人同士だと絶対に優しさを見せることはないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。その証として心温まるエピソードをいくつかご紹介しますね。平成30年、日本海側を襲った大寒波の影響で福井県は37年ぶりの大雪に見舞われました。国道8号線は大雪の影響で立ち往生した車がおよそ1500台。ドライバーやその同乗者は不安の中、車内で困難な状況に耐えていました。8号線沿いにある全国チェーンの中華料理店はそんな状況を見て、焼き飯や天津飯など約500人前を作り無償で提供したのです。もともとこのお店は大雪のために臨時休業中でしたが、状況を見に来た副店長が炊き出しを思いつき実行したとのこと。彼の上司もどんどんやってくれと快諾したそうです。この温かい気持ちが込められた食事がどれだけの人たちを救ったか想像に難くありません。それだけではなく、立ち往生していた車列の中にいたパンを運送中だったトラックのドライバーも上司の許可を取り、荷台に積まれていたパンを周りに配り始めました。さらには営業所にあったパンも避難所に配るようにしたのです。優しさの連鎖は上記の中華料理店やパンのトラックだけにとどまらず、周囲の料理店や給食センターを巻き込み、次々と温かい食事が困っている人たちに供給されるに至ったのです。天災によって困っている人たちを助けるだけが優しさではありません。とあるキックバイクの幼児の部のレース中、転倒してしまった同じ年代の子供を2歳児が気遣い助けるということもありました。これは動画にもアップされており、世界中に拡散。同世代の子供を持つ親たちから多数の共感を得るに至りました。
2歳児にも染みついている他者を助ける優しさの精神は日本人の評価を大いに高めました。この2つのエピソードにはたくさんの反応が世界から寄せられていますので、少しご紹介します。カオスの最中にあっても団結と協調と強力な精神力でもう一度立ち上がって再建していくのが日本人だから。私が日本に対して多大な敬意を抱いているのは、どんなに大きな災害が起きたとしても必ず力を合わせて復活を遂げていくから。フィリピンではそんなことは絶対に無理だもんな。日本は団結の国だから、いつだって瓦礫の中から復活してきたんだ。本当に悲しい。でも去年に大きな台風に襲われた時も日本人はすぐに地域の清掃に動き出してた。今年みたいに新型ウイルスがあって難しい時でも日本人が倫理観を示してることに感動してるよ。できればいつまでも日本に住み続けたいな。泣く暇も不平を口にする暇も同情を引く暇も日本人にはない。ただただ自分たちにできることをしようとする、それが日本人だから。ジャパニーズ頑張って。日本人の連帯意識ってちょっと次元が違うよね。素晴らしい国に生まれた日本の皆さん、おめでとう。そして世界に模範を示してくれてありがとう。手放しで日本のこの助け合いの精神を称賛する声が多かったことが印象的でした。日本人に培われている助け合いの精神や他者を思いやる気持ちが日本人同士だと希薄になってきているというのは、おそらく平和な日常だからこそでしょう。天災などトラブルに見舞われた時に見せる優しさが日本人の根底に流れる精神は決して廃れていないことを証明していると言えます。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本人の助け合いの精神は世界でも稀に見る美しいものだということが分かりました。外国人に見せる態度と日本人同士の時に見せる態度に多少の違いはあるにしても、災害時に見せる日本人の気質や本質は永遠に変わらず素晴らしいものなのです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録もお忘れなく。